どうも皆さんこんにちは、チャクバツです。本日はですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードで百貨店ギフトカードを購入するとですね、ポイント増量キャンペーンがやっておりますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードで百貨店ギフトカードをね購入していただくとポイントが2倍もらえるっていうねキャンペーンがやっておりまして、このキャンペーンですね、百貨店のギフトカードはですね、額面通りですね、金額で購入することができて、またねボーナスポイントももらえるキャンペーンっていう風になっておりますので、こちらね結構おすすめですので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということでね、キャンペーンの詳細いきたいと思います。まず期間がですね、2023年の1月の16日から2023年3月の15日申し込み分までっていう風になります。で、今回のねキャンペーンの特典ですね、ボーナスポイントがねもらえるということで、本来ですね ANA アメックスだったりアメックスのプロパーとかだと基本的に100円で1ポイントっていう感じで貯まると思うんですけども、百貨店ギフトカードをアメックスのねクレジットカードで切っていただくと100円で2ポイントがね貯まるっていった形になります。で、こういったね提携カードありますよね、アメックスが発行しているマリオットボンボイプレミアムカードとか、こういったカードはですね独自のポイントが貯まりますよね。ですのでこちらの独自のポイントが2倍になるっていった形になります。ですのでヒルトアメックス一般カードとかマリオットアメックス一般カードであれば100円で4ポイントで、ヒルトアメックスプレミアムカードだったり、こちらのねマリオットボンボイプレミアムカードの場合は本来100円で3ポイントね貯まりますので、100円でね6ポイント貯まるっていった形になります。まあ単純に計算してね、あの基本還元率2倍がね貯まるっていった形になります。で、今回のねこのボーナスポイントの付与時期なんですけども、ギフトコードをね購入していただいた3ヶ月以内にね加算されるっていう風になっておりまして、ポイント対象は600万円の利用までがですねこちら対象っていった形になります。で、今回ですねアメリカンエクスプレスが発行しているクレジットカードがね対象ということで、ちょっとね分かりづらいんですけども、このマリオットボンボイプレミアムカードってマリオットとアメックスがね提携しているクレジットカードなんですけども、こちらは発行しているのがアメリカンエクスプレスなんですよね。で、今回利用できるのがアメックスがね発行しているクレジットカードのみっていう風になりますんで、こういったねセゾンアメックスって国際ブランドはアメックスなんですけども、こういったカードはですね発行しているのはセゾンカードっていう風になりますんで、こういったカードはね利用することができないっていった形になりますんで、まあアメックスのね公式サイト載せておきますので、まあ対象カードはねそれだけっていう風になりますんで結構少ないです。またね、ペルソナスタシアアメリカンエクスプレスカード、こちらもね対象外っていう風になりますんで、この点はね注意してください。で、今回のね購入上限なんですけども、一応に送料を含む100万円までっていう風になります。で、こちらねもしそれ以上ね利用されたい方であれば、まあ、電話でね購入することが可能っていった形になります。今回のキャンペーンはですね、百貨店のギフトカードを購入するとポイントがね2倍でもらえるキャンペーンという風になっておりまして、このね百貨店ギフトカードってね、まあ知ってる方もいらっしゃると思いますし、まあ知らない方もねいらっしゃると思うんですけども、アメリカンエクスプレスはこういった感じでですねギフトカードを販売してるんですよね。こちら百貨店ギフトカードということで、こちらにね金額が記載されてると思うんですけども、3000円分が3160円、5000円分が5210円、1万円が1万と310円、2万円分が2万と510円、3万円分が3万760円、5万円分が5万1260円ということで、誰が買うんだっていう感じの値段設定だと思うんですよね。3000円分が3160円ということで、まあ贈呈用だったらね、まあこんな感じかななんていうふうに思うんですけども、まあ基本的に自分でね、利用する分にはですね、ちょっとね、もったいないですよね。で、今回のキャンペーンはですね、1万円以上ね、購入していただくと、こういった形でですね、1万310円本来ね、かかるんですけども、まあこれがね、1万円で購入することができて、まあ2万円分、3万円分、5万円分、まあ額面通りの金額でですね購入することができるっていった形になります。で、今回のキャンペーンはですね、この購入に対してポイントが2倍もらえるっていう風になりますんで、まあ1万円のねギフトカードを ANA アメックスゴールドとかでね決済していただくと、まあ本来ね1万円決済したら
100ポイント、まあ、100マイルね、獲得することができるわけなんですけども、まあ、今のキャンペーン2倍ということで、こちらね、200ポイントっていった形になります。まあ、これがね、マリオットアメックスプレミアムカードで切っていただくと、100円で3ポイントね、基本的に貯まりますので、こちらで購入していただくと、1枚購入した場合は600ポイントがね、獲得することができるっていった形になります。で、残念ながらですね、送料がね、こちらはかかってきてしまうっていう風になりますんで、まあ、送料だけはですね、10枚区切りでね、690円の送料がかかるっていう風になりますんで、まあ、ここだけね、負担していただいて、まあ、ボーナスポイントをね、獲得するっていった形になります。で、今回ね、百貨店ギフトカードということで、まあ、どこで使えるのかっていう話なんですけども、こちらね、東京と神奈川のね、利用先なんですけども、まあ、こういった感じのところで、利用することができるっていった形になります。まあ、基本的にはですね、こちらの店舗で利用することができるわけなんですけども、まあ、これもですね、どこで利用できる、できないみたいなのがね、細かくありますので、この百貨店のこのお店で利用されたいっていう方は、購入する前にですね、店舗でこの百貨店ギフトカードはね、利用できるのかどうかはですね、事前にね、確認してから、購入していただければなと思います。まあ、日常的にですね、百貨店利用されている方はですね、めちゃくちゃおすすめっていった形になるわけなんですけども、まあ、そうでない方はですね、まあ、何か狙いを決めてね、利用する感じになると思うんですけども、まあ、そのお店が利用できるかどうかっていうのは、まあ、そのお店自体にもね、よるっていう風になりますんで、まあ、この点はね、注意していただければなと思います。それではですね、今回のキャンペーン何がおすすめなのかというと、やはりですね、ポイントが2倍取れるっていう点ですよね。この溜まったポイントはアメックスのポイントっていう風になりますんで、ANA アメックスクレジットカードであれば ANA 周りにね、交換することができますし、まあこういったね、マリオットボンボイプレミアムカードであれば、ホテルにね、利用することもできますし、お得にね、いろんな航空会社のね、マイルに交換することができるっていう風になりますんで、まあマイルのね、買い足し、もしくはですね、新規入会キャンペーンね、今ね、新規入会キャンペーンで発行していくら使わなきゃいけないみたいなね、まあそういったノルマをね、今やっている方は、まあこちらで購入してあげて、ポイント2倍でもらって、さらに達成してマイルもらってみたいな。で、またね、ギフトカードがね、購入できているっていう風になりますんで、またね、ギフトカードも普通に利用することができるっていう風になりますんで、まあこういった方はですね、かなりね、おすすめっていった形になります。で、このね、ギフトカードの購入のね、まあ最大の活用方法としては、これね、送料含めて100万円までしかですね、購入することができないっていう風になりますんで、またね、10枚ずつで送料がね、かかるんですよね。ですので、5枚のギフトカードを10枚で50万円分にして、送料690円払っていただくか、5万円を19枚、プラス3万円を1万円足して、98万円プラス1380円の送料みたいな。まあ、こういった感じでね、利用していただくのがね、いいのではないのかなと思います。仮にね、ANA アメックスゴールドで50万円分ね、購入したらですね、100円で2ポイント、まあ、本来1ポイントですけども、今回のキャンペーンで2ポイント貯まりまして、またね、1ポイント1マイルでね、交換することができるっていう風になりますんで、まあ、ANA アメックスゴールドで50万円分購入していただくと、もうこれだけでね、1万マイル稼げる計算っていう風になるんですよね。マリオットアメックスプレミアムカードであれば、50万円決済していただくと、まあ、本来ね、1万5000ポイントですけれども、2倍貯まるっていう風になりますんで、3万ポイントですよね。まあ、これでそのままマイルにね、交換していただければ、1万マイルにね、交換することができますし、仮にね、100万円分ね、購入していただければですね、6万ポイントね、獲得することができるっていう風になるんですよね。6万ポイントね、獲得することができればですね、マリオットボンボイプレミアムカードは、アラスカ航空にもね、交換することができるっていう風になりますんで、まあ、100万円購入していただいて、6万ポイントを獲得して、それをアラスカ航空2万5000マイルに交換して、アジア間のね、JAL のビジネスクラスなんかも利用することができてしまうんですよね。もちろん100万円かかっておりますけども、このね、100万円のギフトコードとして手元に残るっていう風になりますんで、まあその後はですね、百貨店のね、ギフトコードっていう風になりますんで、まあそちらでね、使っていただければなぁなんていう風に思うんですよね。まあ残ったね、ギフトカードはね、どうするのかっていう話なんですけども、いや、結構前にですね、こちらね、私動画でちょっと言及したらですね、非常にお叱りのコメントをいただきましたので、まあこれ以上はですね、言及いたしませんけども、まあ基本的にはですね、残った百貨店ギフトコードに関しては、まあ百貨店でね、利用していただければなぁなんていう風に思うんですけども、まあ今回のキャンペーンですね、購入した分でですね、ポイントが2倍貯まるっていう風になりますんで、もしね、決済仕様とかね、している方はですね、ぜひね、検討してみていただければなと思います。ということで今回ですね、アメックスのクレジットカードで
百貨店ギフトコードを購入するとポイント2倍キャンペーンがねやっておりますので、解説させていただいたわけなんですけれども、まあ個人的にはですね、今ねポイントをすぐ貯めたいっていう方であったりですね、またね決済使用ねされている方はですね、非常におすすめっていう風になっておりますので、ぜひね検討してみていただければなと思います。まあお金自体はねかかってきてしまうんですけども、まあそれでねポイントも稼げますし、ギフトコードも残りますし、この使った金額っていうのも別に消滅するわけではなくて、ちゃんとギフトコードでね残るっていう風になりますんで、まあ今ねいろんなマイル購入キャンペーンねやっていると思うんですけども、まあこちらもねぜひ検討してみていただければなと思います。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.